そうですね、まあ、最近はね、まあ、プロ野球を目指す人と、はい、サッカー選手を目指す人と、はい、まあ、結構子どもさん2つに分かれてますけども、はい、我々、まあ、迷宮会に入りたいということで、はい、プロに入って、はい、200勝2000本目指してくれる人がたくさん、ね、増えてくれれば、はい、まあ、ありがたいなと、まあ、それに目指して迷宮会も、はい、まあ、なんとか青少年の目標になるように、はい、これからも頑張っていきたいなと思ってますけど、はい、私は、まあ、セーリングで、一番盗塁をしてるんですけども、まあ、子どもさんに、盗塁のアドバイスということは、まあ、なかなかちょっと難しいんですけども、私の経験してきた中でやっぱり盗塁といえば、まあ、足の速さということが、まあ、言われてますけども、私は、まあ、盗塁で足の速さも、まあ、必要でしょうけども、やっぱり塁に出たら走ろうという意欲が一番じゃないかなと思ってますんで、子どもさんたち足が遅い、ちょっと盗塁がどうのこうのという人も いらっしゃるかも分かりませんけども、大丈夫です。塁に出たら走ろうという意欲をずっと持ち続ければ盗塁はできます。盗塁を目指して頑張ってください。